マイヤーズ・パトリック・レナードは、バージニア州ウッドブリッジ生まれのプロバスケットボール選手。イリノイ州の地元のロビンソン高校からイリノイ大学に進学し、2年生時に平均1 3に得点を記録。レナードは2012年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。11位でポートランドトレール・ブレイザーズから指名され、11位で指名されたことにちなんで、 伝説の名センターアルビダス・サボニスの背番号11をつけることになった。ブレイザーズ入り後は、ラマーカス・オルドリッチ、ロビン・ロペース、クリス・ケーマンといった実力派ビッグマンの影に隠れて、出場機会に恵まれなかったが、2015年4月29日のプレイオフファーストラウンドのメンフィス・グリズリーズ戦の第4戦で、ベンチ出場ながら35分出場し13得点13。 リバウンドを記録。さらに3本放った3ポイントシュートをすべて成功させるという活躍でチームのスイープ負けを免れる勝利に貢献した。スターターに昇格した2015から16シーズンは前年の活躍から大きく飛躍する年と思われたが11月11日のサンアントニオスパーズ戦で左肩を脱臼するアクシデントに見舞われ28日の ロサンゼルスレーカーズ戦で復帰するも状態は思わしく、なく2016年3月に、手術のために残り試合全休となった。2016年7月10日、ブレイザーズと4年4100万ドルで契約を延長した。2019年、マイアミヒートと契約。2021年シーズンの開幕後、左肩にシーズン全休の怪我を負い、手術を受ける。 2021年3月9日、Twitch でゲーム配信をしている最中に反ユダヤ主義の差別用語を発言。2021年3月10日、差別用語の発言について、本当の意味を知らなかったと謝罪。同日、所属先のヒートは公式声明で、レナードを批判し、レナードの無期限のチーム離脱を発表した。3月12日、NBA 側から、 労使協約で定められている最高額となる5万ドルの罰金と1週間の禁止処分を課すことが発表された。3月18日にトレバー・アリーザとのトレードでオクラホマシティ・サンダーに放出され26日に解雇された。現代の NBA で流行しているストレッチ4と呼ばれるビッグマンの中でも異色の存在として注目されている。 身長 216cm のサイズを誇りながら、見投げ数と成功数は少ないものの、通算の3ポイントシュートの成功率は40%を超えていたが、年々精度が下がり始めている傾向にある。シュートタッチはよく、ミドルシュートを得意としている。また、ディフェンスやリバウンド、ブロックショットで、まだ本領を発揮できておらず、ディフェンス面での成長が望まれているところである。 ありがとうございます。